ポワトバンは、フランスのポワトゥ原産のセントハウンド犬種である。元はシャンデュオ・ポワトゥと言った。ポワトバンは17世紀末に作出された。1692年に、ラリュというハウンドを所有する、ラリュ公爵が、フランス王大使より12頭のフォックスハウンドを譲り受け、荒廃して作出した。 同地域のセリハウンドとモンタンブッフハウンドも後輩に使われたという。フランス革命により、1793年にラリュ公爵は処刑され、ポワトバンもほとんどが殺された。しかし、モンモリオンのとある家庭において残った数頭から血統が保たれた。しかし、1842年に狂犬病の流行で再度、絶滅の危機を迎えた。 さらに近親交配が行われ、犬質が悪化した。1844年に、イギリスから輸入されたイングリッシュフォックスハウンドとの交配が行われ、犬種が復活された。第二次世界大戦に戦火により再度絶滅の危機にさらされた際にも、フォックスハウンドとの交配で決闘が維持された。ポワトバンは、はじめ、狼狩りに用いられていたが、 狼の減少に伴いキツネやアカシカ、ノロジカ、ノウサギ等の狩りに用いられるようになった。パックで獲物の匂いを追跡し、発見すると、パックのメンバーで協力して獲物を仕留める。現在も多くは実用犬として飼育され、ペットや小ドッグとして飼われているものは稀である。しかし、容姿が美しいところから、フランスのハウンドとしては珍しく、 ドッグショーに出展されることもある。フランス国内でも希少な犬種であり、原産国外で見かけることは、ほとんどない。体高はオス62から72センチメートルで、メス60から70センチメートル。体重は、私有ともに30キログラム前後の大型犬である。大まかな外犬は、フォックスハウンドとグレーハウンドを足してに出割ったような外犬である。 すらりとして、獅子は長くまっすぐで特徴的な細く長いマズルを持つ。筋肉質で引き締まった体つきをしていて、元がオオカミ用の猟犬であるため、優美な外見に反して力が強い。後頭部はイングリッシュポインターのように少し突出していて、耳は垂れ耳、尾は先細りで飾り気のないサーベル型の垂れを。コートは 硬いスムースコートで、毛色はトライカラーか、ホワイトオレンジのバイカラーである。ブラックのサドルのあるものも多い。性格は主人に忠実で、とても勇敢である。もともとパックで漁を行う犬種であるため、主人や主人家族、パックのメンバーや、家族の犬に対しては深い絆を結ぶが、外部の人や犬にはなかなか馴染めない。 しつけの飲み込みは普通で状況判断力は優れているが、両犬種であるため、しっかりとしたしつけを行うことが絶対に必要となる。走るのが速く、足の速いポアトバンの場合、最高時速は 80km 以上にも達すると言われている。走力だけでなく、集中力と体力もとても優れていて、両犬として働く際には1日に35マイルもの。 距離を歩き、7時間も同じ匂いを追跡できるほどのスタミナの持ち主と言われる。このため、ペットとして飼育するには、莫大な運動量を消化する必要がある。かかりやすい病気は、大型犬にありがちな股関節形成不全などがある。ありがとうございます。